君と二人で帰るのなんて初めてだね。ねえ。やばい、沈黙気まずい。全然喋れない。うわー、夕焼け綺麗。彼氏と一緒に見たらもっと素敵なんだろうな。え、これは絶好の告白チャンス。いけ、今だ、いけ。あ、綺麗だね。あはははは。絶好のチャンスで地切る。よし、今日こそ沙織さんに告白するぞ。カツ丼の次に好きです。うん、完璧。あ、カツ丼が好きです。付き合ってください。予定通りに言えない。ふんふふ。あ、ねえねえ、誠くん。え、あ、うん、なんですか。尋常じゃない汗。さくらちゃんと話すと緊張でおかしくなりそう。あ、誠くん。あ、避けられてる。緊張しすぎて酒がち。聞いて聞いて、昨日さくらちゃんと一緒に帰ったんだ。はぁ、やっぱ他の人に言わない方が良かったかな。バラされたらどうしよう。いろいろ話しすぎて後悔。ああ、ケンジさんはなんであんなに素敵なんでしょうか。あ、ねえ、図書委員長。え、あ、なんだよこのツンツン頭。意味不明なことを口走る。告白した次の日はなんか気まずいな。あ、どうも。気まずくて微妙な態度を取る。あ、丸山さんだ。ったく、今日はあっちな。勘弁してくれのすけ左衛門の舞だぜ。何あれ、変なの。かっこつけすぎて空回る。あ、明日さくらちゃんとお出かけすることになった。何着てこう、どうしよう。よし、3時間前に到着。完璧。デート服で見すぎて変になる。お待たせ、どこ行く。あ、まず11時から11時30分までカフェ。11時30分から11時33分まで移動。11時33分から11時33分52秒までトイレ。ギッチギチなプラン組みがち。あ、もうやばい、さくらちゃん可愛すぎる。映画面白かったね。次は何する。あ、次は結婚。結婚しよう。進展を急ぎすぎる。あ、山西さん、今度から名前で呼んでもいいですか。うん、もちろん。けツンツンやろ。名前呼び提案するが呼べない。あきらくん、これちょっと運んでくれる。もちろん。あきらくん、バッグ持ってくれる。もちろん。私の代わりにワークやって。もちろん。なんでも引き受けちゃう。さくらちゃんにお手紙書いたけど渡せなかったな。明日こそ渡すぞ。まこと、これズボン